そこまで基本的なことしかってわけじゃないんですけど、ただ今は平面的なものしか映し出せなくて、これを先生図って呼んでます。まあ一種の青図とか設計図って思ってもらうといいです。つまり最初の部品はこの先生図の中に落ちてしまったということですか？その通り。中に入るのはあなたたちに任せますね。私は外から応援のダンスを踊ってますんで。本当か？嘘です、ごめんなさい。実は運動音痴すぎてダンスすらうまく踊れないんです。どっかに座って待ってますから。いいっていいって、元気出せ。オイラたちに任せてくれ。箱にパーツはないみたいですね。そうそう、あれです。あれを取り出せば。あれはなんだ？歯車か？ちっちゃいな。あの大きな丸いやつらが出てきたものとは思えないけど。ちょっと説明しにくいんですけど、それは確かに外れちゃったパーツの一つですよ。他にもまだ三つあります。千里の道も一歩からと言います。いい始まりさえあればあとはうまくいくことでしょう。あ、本当に？そうですよね。だって音容量の卒業試合で高学級に勝つほどの伝説的な君子が言うんですもんね。そのことにはもう触れないでください。何はともあれ、みんな手伝ってくれてありがとうございます。とにかく試しにコアホイールを修復してみますので、お二人は町に戻ってください。はぁ、私はトロすぎてあんまり役に立たないので、せめて修理のことだけは任せてくださいよ。いえ、ただ少し戸惑っているだけです。そういえばこの間しずくちゃんにライトの使い方を見せてもらったとおっしゃっていましたよね。もう少し詳しく説明してくれませんか？少し気になってしまって。もちろんいいぞ。なるほど。あ、見てみろ、大きな丸いやつが回り出した。おい、なんでちょっと動いただけで止まっちゃうんだよ。回転速度も変でしたね。事故が起こる前はもっと早く回っていました。あれが動くところ見たことがあったんだな。皆さんより一足早くついていたので。でも中に入ってすぐに事故が起こりました。天と地がひっくり返ったという言葉がぴったりでしたね。もう二度と体験したくありませんが。はあ、やっぱりダメか。一つのパーツだけじゃやっぱり起動しませんね。動いた時は嬉しくって、もしかしたら他のパーツがなくてもコアホイールを動かせるんじゃないかって一瞬思ったんですけどね。棚から費用持ちに期待してばかりではいけませんよ、イリアさん。着実に目標を達成していきましょう。栄誉騎士のお姉ちゃん、軍師のお姉ちゃん、それにマスコットちゃん、みんなもう帰ってきてたんだね。
クレイたちが一番乗りかと思ったのに。よう、収穫はどうだった？こんなに頼もしい騎士はあのセピロス騎士団から探したってそうそう見つからないだろうな。大盗賊さんと魔女さん、そっちは何か見つかった？うん、すっごい大発見。クレイがガイアお兄ちゃんと行ってきた場所ではね、何かに目隠しされたみたいに何も見えなかった。それにそれ以上先に進めなかった。でもついさっき急に大きな谷が出てきて、それでクレイたちはすぐに戻ってきたんだよ。ついさっき？英雄騎士のお姉ちゃん、一緒にあっちに行ってみようよ。クレイと谷の大冒険にレッツゴー。私はパスしますよ。運行回復は本当に大変で、すみませんけどもうちょっと休ませてください。軍師のお姉ちゃん、一緒に来て。クレイのお城でアイディアを出してくれるだけでいいよ。それは心強いですね。魔女さんに知恵を捧げられるなんて光栄です。ひひひ、じゃあ出発。キノコが生えてたりなんかしないよな。なかったの。ああ、それから峡谷が現れるちょっと前、何かの回転するような音が聞こえていた。うん、ゴロ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 って。もしかして巨大なホイールの？それが回転して峡谷を引きずり出したということなのでしょうか。おいお前ら、見ない顔だな。イディア以外のやつがいた。何、あいつともう会ったのか。ここは全くごちゃごちゃだ。で、イリアのやつは？すみませんが、あなたは？おっと、自己紹介がまだだったか。俺はフェルディナンドだ。このエリアは俺と兄弟たちが管理してる。でも神教全体の
天と地がひっくり返った後、車両やレールなんかの設備を今まで通りの方法で作れなくなった。イディアさんは神教の修復を試みています。私たちは彼女のところから来たのです。本当か。どっかの隅っこに隠れて現実逃避でもしてるんじゃないかと思ってたぜ。来た道にあったステーションを点検してみたが、結局運行は全部止まってたしな。運行が止まっている？詳しくお聞かせ願えませんか？でもお前らはただ思わぬ事故でここに来た旅人たちだろ。違うよ。クレイはイディアお姉ちゃんを手伝うって約束した魔女だもん。魔女？それがですね。なるほど、分かった。こうなったら手伝ってくれるやつは多ければ多いほど助かる。とにかくまずはここの乗り物を再現しないと。ほう、何かこだわりがあるのか？このエリアの道はかなり曲がりくねってるから、何か乗り物に乗ってレールに沿って移動するしかない。具体的にはこれを使って作るんだが、イディアから聞いてなかったか？ああ、とにかく今は車両を作る材料をその中に入れないと。よくわからないけど、とにかく乗り物の形をした何かがあればいいんだよね。そう理解してもらって構わない。だがその構造はここのレールに合ったものでないといけない。私はそうですね、みこしの形を思いつきましたが、今は材料にできそうなものがないですね。旅人は何か思いつかないか？確かに材料は探しやすそうだけどな。だが木製の荷車は安定性が足りないし、レールを走るには危ないぞ。ほう、本当か？みんな、クレイが作ったものを見てくれ。じゃじゃーん！クレイの乗り物、完成！本当だ！クレイはすごいな！これは全てのニーズを完璧に満たしている。しかもイディアが作ったやつよりはるかに可愛いぞ。クレイは試してみただけだったんだけど、バーンっていきなり出来上がっちゃった。クレイ、ちょっと聞きたいんだけど、その乗り物ってどんな素材で作られてるんだ？ボンボン爆弾だよ。やっぱりそうだと思ったぞ。うん、どうした？問題なければ下準備を進めていきたいんだが。でもこの乗り物の素材って。爆弾とか言ってたろ。全部聞こえてたが心配はいらない。実際にできた車両が材料と関連しているのは形だけなんだ。詳しく説明すると。ならいいんだ。理論的な部分はスキップしようぜ。ただ星落としの湖の鈴木の運命をたどるかもって想像しちゃっただけだ。うん。クレイの乗り物いつ出発できる？ちょっと待ってくれよ。ここからは水系原霊の力を借りないと。よし、みんなもう乗っていいぞ。
ばしてるな。ビュンビュンって風を切る音が聞こえるぜ。わー、じゃあビュンビュン爆速車って名前にしよう。この先のレールが壊れてる。ここでしばらく休むしかないな。やっぱりここはもう先生図の状態になってる。これはどうすればいいのでしょう。心境の中で物が存在するにはまずは先生図がないといけない。しかしここではレールとなってくれるはずの水系原霊が。要するにまずは先生図から水系原霊を救い出さないといけないってことだろう。でもここのライトは大きな泡に封印されちゃってるみたいだ。これは水系原霊による大切な保護手段だ。もし終流映写塔まで壊されたら本当に大変なことになってしまうからな。あ、わかったぞ。ここはしずくちゃんの出番だな。ひひ、どうやらこの名前を気に入ってくれてるみたいだ。次はオイラたちに任せろ。もうこれにかけては熟練だぜ。水系原霊はあの箱に閉じ込められてしまっていたのか。あれ、中には何もないけど。しずくちゃんは二人とも助けたよ。うわ、しずくちゃんが新しいレールになったぞ。ああ、引き続き進むとしよう。水系原霊はあくまで協力者だ。でも兄弟たちってのはな、あいつらのことならすぐ会えるさ。
にも宝箱が埋まってないかな。だっただ。とても大切なことです。ステーションとレールはそろそろ全部修復できているな。よし、次はレールの中枢部に行ってみるとしよう。すぐそこだ。それほど大きくない感じがしてきた。これってとっても大事な装置なんだよね。クレ、ガイアお兄ちゃんのお話覚えてるよ。似た話から他のことを推測できるなんて、クレは本当に賢いな。そうですね。こちらはおそらく回転軸を利用して軌道を切り替えるための装置でしょう。そうだ、本来ならこの装置に触れさえすれば中枢部が回ってくれるはずなんだが、どうやらジェローニのやつまだ修理できてなかったらしいな。そのジェローニさんと。そうなんだ、俺はステーションのレールから直していくべきじゃないかって言ったんだが、あいつが固くなに中枢部から修理すべきっていうもんだから。まったく、ここにあるのはステーションと中枢部の2つだけなんだから。今回は俺が先にレールの修理をしたわけだから。ほう。おお、やっぱりお前は人を見る目があるな。じゃあ、
商人のやつの話をしただけでムカついてきた。砂嵐の中にいた時も同じで、俺が東に行くって言ったらあいつは西に行くって言い出しやがった。砂嵐？その後どうなったんだ？その後俺たちは己の選んだ方向に行ったんだ。だが結局お互い砂まみれになっちまってさ、心境に招き入れられてなんとか一命を取り留めたよ。ったく、中枢部をもう一度起動することさえできたら全てがうまくいっていただろうに。おっと、そこで頭を抱えてるのはどこのドイツだ？どうだ、進展はあったか？言ったはずだろ、ちびっ子たちにはまず中枢部を修理してもらって、そしたら車両を作って中枢部から。って君、どうしてここに？ここまで登ってくるのは僕も一苦労だったのに。答えはお前の目の前にあると思うが。ふーん、そういうことか。さてはこちらの旅の人たちに助けてもらったんだな。君は自分一人で一体何ができるって言うんだ？それを言うならお前の方こそ。ここで長いことこそこそ独り言を言ってたようだが。こいつら出会って早々喧嘩かよ。兄弟なんじゃなかったのか？兄弟というのは誰のこと？まさか彼のことじゃないよね？ま、ジェローニ、お前いい加減に。まあいい、君と喧嘩してる暇なんかないんだ。そんな時間があったらまずは中枢部の修理だ。フェルディナンドさんもどうか落ち着いてください。要件を終えてから話す時間はたくさんあります。わかったよ。お見苦しいところを見せてしまった。僕はジェローニ、このエリアのメンテナンスを担当する者のうちの一人だ。レールの修理は君たちのおかげだったんだね。本当にありがとう。ジェローニさん、気を使わないでください。私たちはイディアさんに頼まれて心境の修復に来たのです。なるほど、フェルディナンドと君たちが乗り物をここまで持ってきてくれたからには次は水系元霊の力に頼る番だね。へえ、また水系元霊か。なんかあいつらってすごく重要みたいだな。もちろん、この中枢部だけでなくここの全てはあの子たちのおかげで安定的に作動しているんだ。よし、これでレールの大半と中枢部は直せたってことだな。誰のおかげだと思ってるんだ？もちろん旅の人たちのおかげに決まってる。お前毎回あれこれ分析してペラペラ。いやいや、君ほどでもないよ。いつも考え。ハットといえばあいつはどこだ？君と一緒じゃなかったのか？朝早く出かけたからお前と一緒にいるんだと思ってたが。君ってやつは出かける前に確認することすらできないのか？何なんだよ、お前だってあいつに気づいてなかったくせに何を偉そうに。クレイ、わかんないよ。誰も悪いことしていないのにどうして喧嘩するの？俺はただそいつのその知ったかぶりが気に入らないだけだ。知ったかぶりだって？毎回皮肉ばかり言っているのは誰だ？二人ともそこら辺にしといてくれないか。どうしても自分の口をコントロールできないっていうなら場所を変えることをおすすめするぜ。それとも頭を冷やすのに俺の助けが必要か？さあついてきてくれ。俺から少々アドバイスがある。クレイさんの質問についてですが、この世には理屈で説明できない
複雑な状況がたくさん存在するのです。私はあくまで通りすがりの旅の者に過ぎませんので、お二人の紛争を軽率に評価するつもりはないのですが、その上で個人的な経験からお話ししますと、親族関係の関わる対立というのはより複雑なものになってしまう傾向があります。あ、そういえばここみもこういうの苦手だったよな。でもクレイはやっぱり違うと思うの。クレイ、なんて言えばいいかわからない。すまなかったね。冷静になったよ。子供の前で喧嘩なんかするんじゃなかった。悪かったな、クレイの嬢ちゃん。さて、話を戻そう。ハッドさんを探すってことだったな。うん、僕たちの推測だけど、あいつはおそらく激流ツイスターのあたりにいるはずだと思う。先ほど僕たちがいた中枢部から出発して乗り物を。悪いが、もう一度俺たちを手伝っちゃくれないか。それはもちろん。兄弟のくせに、なんでこんなことになってるんだよ。兄弟っていうのは、もっと親しい関係のはずだろ。このレールの突き当たりにハットがいるはず。いやあ、遠くから乗り物が近づいてくるのを見て、まさかあんたたちがレールとステーションを全部直したのかと思ったよ。レールにステーション、それに車両が揃ったわけだし、これで俺がデザインした激流ツイスターも再起動できるはずだね。たく、自分の体の状態もわからないのか。
家で安静にしてろって言ったはずだろ。今回はまあ状況が状況だしさ状況が状況とはいえ、やる前にもっと考えろって言ってんだ。僕も同意見だ。どんな問題があっても僕とフェルディナンドにかかればなんてことない。僕とフェルディナンドってよく言うよ。あんたら二人が喧嘩しないってだけで俺は奇跡だと思ってるのに。おい、俺らが喧嘩したってそれはあくまで俺らの問題だろうが。俺が面倒だなんて。フェルディナンドお兄ちゃん。あ、まあお兄ちゃんたちは喧嘩してるわけじゃないぞ。これはその客観的に事実を述べてるっていうか。でもフェルディナンドお兄ちゃんとジェローニお兄ちゃんはハットお兄ちゃんのことを心配してるんでしょ。どうしてちゃんと話さないの。ガイアお兄ちゃんもね、クレイを心配することがあるんだよ。でもガイアお兄ちゃんはクレイのことを責めたりしないの。そうだな、俺たちの関係はお前たちよりずっといいぞ。状況が少し違うんだ。どこが違うの。前にも似たようなことがあったんだ。厳しく言わないとハットのやつは注意しちゃくれない。そうなったら危険な目に遭うのは時間の問題だ。兄弟として俺たちはあいつを助けてやらないと。でもお兄ちゃんたち本当に助けてるのかな。ああ。クレイはお兄ちゃんたちみたいにたくさんのことを知ってるわけじゃないよ。でもね、ママが言ってたの。人を助けるっていうのは、助ける側が自分で嬉しくなるんじゃなくて、助けられる側が嬉しくなるってことだよ。ハットお兄ちゃんは、どう見ても嬉しくなさそうだもん。どうしてハットお兄ちゃんの欲しいものを聞いてあげないの。クレイさんの言う通りだと思います。お三方ははっきりと自分の本当の気持ちを伝えた方がよろしいかと。大切な人を相手にする場合はなおさらですよ。その俺らはずっとお前のことを心配してたんだ。ハット、砂嵐の時はお前がいきなり気を失ったもんで、俺とジェローニは言い争いを始めちまった。それで結局三人一緒にこの心境に落ちちまったんだ。あの時みたいなことがまた起こるんじゃないかって心配だった。次にお前が気を失った時にもし誰もそばにいてやれなかったらって思うだけで。分かってたさ。でも心境の環境は砂漠のと違うだろ。ここは安全だ。もし俺がトラブルを真っ先に解決できたら、あんたらも喧嘩せずに済むんじゃないかって思ったんだ。俺が断るごとに休まないといけない体じゃなかったら、最初からあんたらの足を引っ張らずに済んだのに。いや、僕たちが選んだことなんだから負い目を感じる必要なんてない。冒険が好きなのは僕たち3人ともだろ。足を引っ張るなんて考えるな。それにそのためにこのエリアの計画を立てたんじゃないか。僕がアイデアを出して、フェルディナンドが体力仕事をして、みんなで見取り図を書き、レールを作る。安全な上特別な景色だっていっぱい見れる。そうだね、当初はこんなことも言ってたんだ。ひなんだよ、お前ら仲良しなんじゃないか。偉いぞ。よしてくれ。今そんな風に言われたらまるで俺がそう褒められたくて言ったみたいじゃないか。ビュンビュン爆速車面白かったよ、フェルディナンドお兄ちゃん。本当か。ものすごく速い乗り物をレールに沿って走らせるってアイデアは僕が考えたんだよ。どうやって考えたの。ジローニお兄ちゃんすごい。クレ、もっと面白い爆速車に乗りたくないか。乗りたい。こいつらいきなりクレイのご機嫌取りに夢中になり始めたぞ。
クレイ本人にはまだわからないだろうが、子供特有の純粋さっていうのはもともと強い感染力と癒しの力を秘めているもんさ。ねえ、そっちのみんなも一緒に来てよ。乗り物の中の水系原霊に手伝ってもらう必要があるんだ。よし、これで激流ツイスターを起動できるはずさ。さあ、このレールの最初のステーションに行こう。ハットと一緒にチェックしておいたからちゃんと安全だぞ。みんな出発の準備だ。ちょっと待ってくれ。別れる前に一つみんなに贈りたいものがある。これは山登り用の縄だ。僕たちはかつてこいつを頼りにいろんな山を登ってたくさんの場所を旅してきたんだ。あれ、じゃあすごく大切な思い出の品なんじゃないか。こんなのオイラたちがもらって本当にいいのかよ。もちろんさ、どうか受け取ってくれ。クレイとみんなのおかげで僕たちは気づくことができた。僕たちは縄なんかよりもずっと大切な見えない絆で結ばれてるってことに。クレイ役に立てた？ああ、大いにね。それってどれくらい？心境の真ん中のあれよりももっと？あれよりもずっとだ。わー、おっきくて嬉しい。そうだクレイ、心境の外でこういうビュンビュン爆速車を見たことあるかな？見たことないよ。今日初めて乗ったな。そうかそうかそれも仕方ないことだ。なんせ外には終流映写塔がないからね。せっかくの機会だし、この数日は思いっきりビュンビュン爆速車で遊ぼうか、クレイ。うん、約束だよ。